皆さん、こんばんは。今回は、スカイアローブリッジ。なんと言うべきでしょうか。ついにここに来た。いろいろと気持ちが込み上げてくるんですが、表現できない。まあ臭いことつらつら話していてもしょうがないし、早速ここの作成について触れていきましょう。ここはやはり、その壮大さ。すごい、広い世界を巡っている感じになる、壮大な橋。そんな橋の雰囲気にするため、やはり大きく、長く、作ろうとしました。具体的にはここから北のワンダーブリッジ。そこよりは長くしようということで、試行錯誤。全体像はロイヤルイッシュ号から眺めることができる右下の円形。これで固まっているので、ここは崩さず。全体のバランスを取りつつ、なるべく長くしました。そしたらどうなったかというと、だいぶ高くなったねー。橋の歩道部分、橋桁というらしいですが、ここが、飛雲のビルの屋上くらいの高さになっちゃったんだもの。橋の柱ならともかく、歩道部分が高層ビルと同じくらいの高さってのはどうなんだ。って思いつつも、飛雲のビルの拡張とかもう考えただけで辛いので、これはこれでお許しくれっぴー。まあ東京のレインボーブリッジも橋桁はビル20階くらいの高さにあるらしいしね。そんなわけで大きく作って高くなったわけですが、円形の感じは結構近いものになったんじゃないかな、と自己満足。奥の手、3D モデルの利用も、点々とある照明に使った程度で、マイクラのブロックだけで、それっぽいものができてきたわけ、なんですが、問題はここだよー。矢車の森側のスカイアロー入場口。ぐるっと一周しているのはもちろん、途中から車道部分が合流して、もうどうすりゃいいんだー、って感じの構造になっているので、もう、簡単に、でもその分違和感ないように作ることにしました。ちなみに、反対側、飛雲側はこの螺旋状ではなく、90度に曲がるだけですが、そっちもそっちでかなり四苦八苦。まあなんとか北に伸ばして、その先、以前、確か4番道路の高架道路とつなげるとか、その道路の一帯を砂漠にするとか、いろいろ言っていたと思いますが、これだけの橋作った後にこなす気力もなく。そのうちなんとかします、多分ね。ということで、矢車側はまだ陸地ないけど、ついに橋を架けた、あの、橋、を、架けた。それが、こちらです。ということで、スカイアローブリッジでした。ここは、前回も今回も触れましたが、ほとんどの方が覚えている場所だと思います。あの BGM、あのカメラワーク、あの風の音、船の汽笛、あの遠くに広がる飛雲の摩天楼、そのすべてに感動して、覚えている方も多いはず。そんな感動を汚すことなく、思い出せる場所になっていれば嬉しい限りです。さて、これでついに、大きさに悩んだ子供への跳ね橋、見えない場所に悩んだシリンダーブリッジ、全体像を見ながらの作成に悩んだワンダーブリッジ、細かな装飾に悩んだビレッジブリッジ、陸上に架かる4つの橋の経験を活かし、ついにスカイアローブリッジもかかり、一種の橋、すべて、完成。そして向かうは、スカイアローの先、始まりの地に向け、まずは、矢車の森。ですが、当然、その森を広げるための陸地、が、必要ですね。ということで、次回はまた、グラードンから始まって、森を広げます。橋はすべてかかりましたが、まだ終わりじゃないこの一種地方。ぜひ、この橋だけでなく、この橋のかかる先も見ていただきたいと思いますので、
また次回、よろしくお願いします。